まだまだ拡大傾向が続く第七波ですが、福岡市医師会は今日の定例会見で。市内の医療体制も逼迫しているとし、お盆休みを前に感染予防意識をしっかり持つよう呼び掛けました。行動制限がないからこそ、今まで以上に感染予防の意識を高め、日々お過ごしいただければとます。福岡市医師会は医療体制が逼迫している例として。 会で運営する休館診療センターで先月中旬来所して診察を受け終わるまでおよそ6時間かかったことが報告されました公的医療機関では看護師や職員らが感染し出勤できない状況も増えているとし改めて感染予防意識をしっかり持つとともに陽性が疑われる場合にはまず相談ダイヤルを利用してほしいとしています佐賀県のような地方部になりますと お盆にななりりまままますすとみんが集ってい昨日一日の感染者が2055人と過去最多を記録した佐賀県では今日午後対策本部会議が開かれ山口知事は高齢者らへの感染と病床使用率を抑えることが重要だと述べましたその対策としてこれからお盆を迎えるにあたり県外からの帰省はやめないものの 高齢者や呼吸器系の疾患を持つ人との会食はなるべく控えることやむを得ない場合はマスク会食とすることなどを呼びかけました。